し。さあ、始まりました第9回ザ・ピエルブ TV ショー。うるせえな、今日もエチケット袋に一週間開けましたんでね、改めてね、また挨拶していきたいと思います。はい、はい、どうも、改めまして、初めましての方、初めまして、初めまして、お久しぶりでした。お久しぶり。早くしてもらっていいですか。うるせえよ。早くして。はい、の馬広場、歌広場です。歌広場なんです。はい、お願いします。バンバン、お願いします。じゃあ続いてね、セシル。はい、もうそうですね、真ん中の相島セシルです。いきましょう。おお、まあまあまあ、すごい。はい、誰だっけ。誰、水瀬。あ、そんなやつなんだ。いたんか、最近になった。はい、抑えめだ、ほんとに。おーのそしたらね、あの代表、お願いします。ガムです。よいしょ、よいしょ。じゃあ今日もね、待ってたし、みんな待ってた。あ、以上ね、はい、4名で、ね、楽しくね。あ、警察1、警察1。マジで早い中で呼ばれますね、ほんとね。歌舞伎町こんなやつばっかです。はい、どうも。あ、ありがとうございました。最近は行きつけの美容院でやばい、カットですかパーマですかって言われて、パイプカットですからめっちゃ笑ってくれました。よっしゃ、パーマです。よっしゃ、めっちゃ受けたんじゃないかね。やばいなって思う。いや、普通だから。目がいってるから。いってないから。いってる感じ。カラコン入れてる。カラコン、カラコン入れてる。カラコン入れてるから。じゃあ乾杯とか。じゃあ乾杯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 。じさあ、始まるか、本当に。タイトル、はい、して、いきまーす。タイトルコールからいきましょうか、じゃあ。はい、タイトルコール行こう。せーの、ザ・TLM TV ショースタート。
まあまあまあ、まあ、飲み方汚いですからね。飲み方汚いのはね、あと携帯すぐ触るとかね。携帯すぐ触るとかね。携帯気使えると何しに来てお客様には必ずね、携帯10分お前は携帯を触りにしようのか。そう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 、グループマンボウじゃねえ喫茶店行けるぞお前と。ね、わかるでしょこれ。あ、すぐついて携帯の順位貸してもらっていいですか。あの、ライトチームさん、警察1なんで俺が俺結構やべえやつじゃねえ。じゃあ次、あの、まあ、僕の意見ですけど、まあ、みつきさんの意見教えてくれると思うんで、じゃあ行きましょうか。はい、ユニコはなパーカー着てるし、どうぞ。面白くないよ本当に。はい、ドン。金を使わない。モノ。あー、お前モノの書き方めちゃくちゃ下手くそやお前。いやでもある意味ホストだよ。ホストもう書かない。金使わないやついたかると金使わないやつか。あ、だ最低料金の美人は興味はない。やだいな、ホストしてるわ。いや、ホストだわ。かっこいいよ。例えば何してても金使ってれば別に俺痛いと思わない。あ、確かにね。まあ毎月何百万使ったらちょっと痛くても許されるからね。そう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 。ああ、分かるわね、それ。まあ、ね、それ持っていくけど分からんこともないよ。たぶん全国の放送みんな持ってるから。よく言えたらよ、本当に。なんでこれストレス溜まってる範囲が大丈夫だよ。結構ね、ストレス溜めるとああいう目になりますんでね。狂っちゃってよ、本当に。じゃあ次行きましょうか。青春さん行きましょうか。どうぞ。行ったれ。これはね、結構真面目。会話のキャッチボールができない。それホスト関係ないね。ホストしないね、それね。それね、あの一番最初目が論破ってる。引き続きみたいな。あのね、僕ね。聞こえてるよね。急に。何その秋山森の氏みたいな。その話長なります。あと30分ぐらいかな。じゃあ、はい、できん。はい、私言ってください。キャッチボールできんね。何をやっても、何を言っても。つまんないしね、一緒に飲んでてね。わかるわ。じゃあ、わかるわかる。それはわかる。わかるわ。人としてだよね。わかる。人としてだよ。じゃあ次、駅前広場くん。いや待て。ホームレス、めちゃくちゃホームレス。そんなことないから、駅前広場。講習がだから、緊張の気がする。お前、携帯。はい、どうぞどうぞどうぞ。話長なりそうだし、はい、どうぞ。あ、30分な。行くぞ、せーの。はい。やれると思ったら、やらせてくれないやつ。これ、生殺しっていうのこれ、生殺しはね、絶対痛い。まあ、やれる女は性格いいと。やれる女は性格いいと。そういうことね。そう、分かりやすい、分かりやすいでしょ。やれるやつは、いい女。どんだけ優しい女でも、やらせてなかったら性格悪い。そう。あー、見た格だわ。俺はね、やっぱ財布も緩けりゃ股も緩い女が探してるから。うん、それだけはね、絶対俺は緩がない、ほんとに。はい、ってことです。以上で。はい、まあ予想できたよな。さすがだね。さすがだね。もうさすがにもうそもそも日本一やから。日本一やから。じゃあ次、あの、まあ代表ね、代表ちょっとしっかり教えてくれるから。代表はしっかり行くよ。じゃあどうぞ代表。せーの、トン。行く行く詐欺。うわー、わかるわー。いや、こうわかります。行く詐欺か。ただ詐欺ってのを漢字で書いて。ちょっと買いに行こう。この詐欺の結果だね。黒詐欺ぐらいしかないよ。詐欺わかるわ。それわかります。行く詐欺。行けるんだったら行けるって言えばいい。そう、そういうこと。行けるって行くわ。わかるわ。希望を持たせる。約束しなきゃいい。希望を持たせる。希望を持たせて。そうそうそう。無駄な労力だよね。連絡とかね。痛い。あれでもホストみんなが体験したことあると思う。痛い。いや、絶対ありますよ。あるわ、それ本当に。本当に辛い。はい、なるほど。じゃあ2問目いきますか。2問目いいですか。2問目何。やっぱあのホスト行ってる女の子ってね、少なからずね、こういう希望が、希望というかね、まあこういう気持ちあると思ってちょっと行きますね。はい、せーの、ドン。2問目、これ、お客様と結婚はあるのかー。うぃお客様とね。本当に真面目。いいよ真面目に考えたわ。真面目。まあ結構あの結婚したとか付き合ってるとかいろいろありますが、本当にあるのかと。なるほど。これ本当に気になる。だからありますね。気になる子多い。俺は気合入ってからマジで答えるからね。もう気合入ってから。もう俺あの一番で気合入ってるんだ。うん、しっかり書いて本当に。いや、しっかり書こう。しっかり書いて本当に。でもしっかり書こうって言ってる代表が詐欺漢字書かないから。しっかり書いて、カタカナだよ。内容重視だよ。内容重視。伝えたいさ。ちょっと一つ言っていい。コメントさ、生まれた多くね。マジで知られてるもんな。ランサムラック、わらわら、ランサムラック、わらわら、種馬、馬、ラン馬、水吉、うまい。おーい、ランサムラック。勝率高いからね、こいつは。ライブ途中分かってんだろ。なんか俺、馬を応援してるおっさんみたいじゃん。こういうおっさんおるよ。確かに、見分かれて。でも、そのね、絶対ね、応援してるおっさんは野球帽かぶってるから。競馬場で、大体それは。じゃあ僕からいきますよ。はい、僕からいきますよ。
まあお客様と結婚ね、気になるでしょ、あるかないかね、気になるでしょ、気になるで、まあホストも人間だからね、本当にそうやね、あ、お手洗い行っていいですか、はい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 、せーの、ドン、本館が僕の30人いるので、全員分かったら、アリー気持ち悪い、そうですね、ここへなんですけど、気持ち悪いよ、もう趣味女がいっぱいいるんでね、すいません、本当に、本当の30人いるんで、石井だ、はい、はい、すいません、別れたらまあまあもう相談みたいな感じかな。ワンちゃん。なるほど。相談みたいな。もう相談。とりあえず面接かどうかな。カスだな。やばいやろ。カスだな。一発だからすげえな。なんだよ。チェミチェミの。気合入ってんだ。まともなあのバイトあんだもんな本当に。期待しよう。お前しっかりやれよ。じゃあ次勘違いナルシスト回答。誰だ誰だそれ。はい、いいから、それいいから、いいから。臭い、臭い、臭い、臭い。いったれ。結婚することがあるか。あるか。はい。ドン。はい。ある。おい、グイ。そうね、まあ、ライダーロー、そうね、まあ、ライダーロー。そうね、ライダーロー。この光。身内で出た。まあ、これは説明させていただきますと、昔プレオープンでいた従業員が、初回で出会ったお客様と、強いね、お前は強すぎるよそれは。あれ人間だもの、うん、みつおみみつおさんね、みつおさんみつおさん、これ最後プレゼントするんで、うん、よかったら LINE してください。おかしいな、なんか俳優の番宣みたいな、やかましいよ、本当やかましい、なんか俳優の番宣みたいな、やかましいよ誰が勘違いなるシステム、急に来たら男性、まあ、接社長さんあると。ああ、あるじゃあ、次、チンコがルブタンの人、はい、どうぞ。性病じゃないか、チンコルブタンの人、はい、どうぞ。すげえ、ブツブツ感半端ねえ。はい。チンコルブタンやばい。はい、どうぞ。いいよ。せーの、はい、どん。マンコ次第ではあり。先輩でもやっぱ帰れよ。お前、ここ大事だよ。当てたらんの、ほんとに。何であるの、マンコ次第。何あの履歴書マンコで結婚、お前な結婚してね、お前飽きるマンコは絶対結婚したのか、えマンコで結婚する、マンコよ、え結婚こういうとこ基本的にお客さんと話してる時あの顔見ないでマンコと話してるから、えあのじゃあの婚姻マンコと対面したの、婚姻届とさハンコここで押すの、これそっち、またまたマンコの話でね、重力強め、グラビティ重力強め、あと初回で手回してるのか、そうそう、まずは手回し、初回手回してるしね、初回手回してるいいんだろ、そうこの店やべえな、なんかよくおしぼり分かっちゃいます、絶対やばいよ、絶対お前やばい、うちの店おしぼりの量多いんだよ、うちの店おしぼりの量多いすぐだよ、クビにしろ、俺のクビにしろ、川島の勝手だな、結局やな、これです、まあ聞いたのがバカだったわ、まあでも代表はしっかり、代表しっかり、代表しっかり、はい、ドン、ある、あー、なるほどね、理由の、ちなみに理由なんですか、理由、理由は、あの、見てきたから、ここ10年間で、本当に、4人ぐらい見たの、結婚した、その中の1人が、エースと結婚は、結婚した、それは大した順位だよね、まあ、やっぱ、結構、そういうエースと結婚する、エースと結婚するパターンが多い。あー、自分のために、ね、頑張ってくれたと、まあ、そこにやっぱ選ばれしもの、これデジモン系な感じがしますけどね、そうなんだね、人間人間だろ、次のお題の前にじゃあちょっと CM ね、人間だもん、すいません、いきますよ、はい、CM お願いします、ダンサーどうぞ、
ませんでしたよ。何もなかったですよね。なんかうちはね、あのフレンドリーのね、いいお店なんだよ、ほんとに。フレンドリーだね。なんかあったね、今。ないよし。幻？じゃあ、次、3問目いきますか。3問目いこう。3問目ね。3問目。まあ、ホストクラブ、まあ、ホストってね、あの、いろんな業界ワードがあるんですけどね、はい、まあ、例えば、ともえ、いろこい、ほんえ、いっぱいあるじゃないですか、いっぱいある、ホスト側の目線で教えてあげましょう、はいはい、いろいろと、まあ、知りたいと思うよね、多分、そう、どっからがいろこいんだよね、気になることになるから、まあまあ、ただこの、いいからこのぶっ飛んだ質問、まあ、ぶっ飛んだ目のやつが言いますけど、いきますよ、名前、ドン色恋と本営の違い。ああいいね。これをね、いいね、あの教えてあげましょうか。なるほど。どっからが本営、どっから色恋。待って、友栄が本営語るの。いや、わかんない。してるかもしれない。友栄がフラッとしてるかもしれないから。ああ。ランさんと北さんの違いとか。ランさんと北さんの違いは。それは俺あんまり変わらない。まだに分からん。あんまり変わらない。まだに分からん。そうだね。まあ色恋と本営。私今色恋されてるのか、私は婚姻されてるのかなって、女の子も今何されてるのか分かってないと思う、まれにいらっしゃるから教えてあげましょう。おい、おめえらで教えてあげるのか、おい、おめえらで、ほんとにメラが一丁から、おい、バカみたいな女が、おい、色恋されたら知らねえけどよ、ほんとに教えてあげるの、おめえら、ほんとによし、よく目開けよう。お母さんの婚姻とか書かれてる、開いてる。じゃあ、これから行っていいですか。行くよ。色恋と婚姻の違いの、せーの、ドン。親に紹介できるかどうか、ちなみに色恋宅は紹介できません。いや、これそうでしょ。こっちもホスなんだよ。ホスなんだから、色恋業務作業だわ。やっぱお母さんに応援してるから、やっぱそれを勝ってもらわなきゃいけないんだよね。まあ、あのお母さんが切れたら、まあ応援してもいいけど、みんなね、今お母さんに応援してる際、ちょっとバレちゃう、殺されるから。じゃあ、浮かばない、俺、浮かばないっすもん、今。確かに。やばい、マジで、浮かばないっすもん。相当ね。そう、お母さん、親に紹介できることは相当、やったら、もう、ここ許してるだけだから。お母さん、超えない。確かに。そう、お母さん、超えなきゃいけないからね、俺のお母さん。お母さんと一緒に被ったら、もう大変なことだよ。水木君、何、ナルシストやったんだよ。気をつけろ、おめえら、ほんとに。ナルシストじゃない。俺、自分の顔の評価あるから、ちゃんと。中の毛ぐらいだもん。ああ。うるせえよ、バカよ。お前にだけや。こっち向いてる。ロンパってわ。じゃあ、気合入ってる。じゃあ行こう。じゃあ次、福沢諭吉、はい、どうぞ。誰もカネカネしてから、福沢諭吉です。俺ちょっと、そういうことで。あとね、もう一つだけ言いたい。今それを聞いて、色恋と萌えの違いでしょ。色恋の萌えの違いで。黙れ。黙れ。先輩だけお前が黙れ。でもさ、色恋と萌えのうるせえから。水木しゃべれよ、眉毛決まる。水木さん、水木しゃべれ、確かに眉毛決まる。黙れってどういうことっすか。だから、黙れ、うるせえよ。10、10、だから、これが何えとかそういうこと考えてんじゃねえよ。俺と一緒にいて幸せじゃねえのかって。うぅーい、飲みます。それ飲んだら死んじゃうね。こういうやつ、やっぱ学生時代いや、死んじゃうねえでしょ。いや、死ぬねえ。はい、はい、絶対死んじゃう。はい、はい、絶対死んじゃう。こういうタイプ、学生時代、死にたくなんだよ。じゃあ、すごい急に言ったんですよ。で、びっくりした、俺も。学生時代、これ言ったら絶対関わんないからね。なるほど。1ミリも会話しない。はい、すいません、なんでもないです。じゃあ、次、まだ時間結構あるからな。いや、まだですよ。まだ時間めちゃくちゃあるよ。はい、時間ありすぎて、今、ゆきまるさんに言われたら喋るしかないな、もう。ゆきさん、来てよ、早く。あ、ゆきさん、今だったら終わりますよ、ゆきさん。今だったら終わりますよ。これ登場したらめちゃくちゃおもろくない。ラジオありよね。ラジオあり、ラジオあり、ラジオあり。なんならマジで来てほしい。じゃあ、いや、ゆきさん、じゃあ、はい、僕、いきますよ。はい、バーン。色恋と本音の違い。飲め、喋れ。気持ちがあるかないか。あ、確かにね、色恋はね、もう業務作業だからね。こっちもホスなんだよ、ホスなんだよ、こっちもよ。なるほどね。あ、見てるやつ分かってた、こっちもホスなんだよ、ほんとに。水木大好きって言ったら、すげえやかってるけど、あいつ大丈夫。頭に気合い湧いてるくせに結構やかってるけど。俺も大好きだよ。まあ、気持ちあるかないかね。で、具体的に説明しまっていいですか。具体的に難しいな、これ。具体的に、まあ、法やここまでするぞと。具体的にこれ難しすぎて、
全然わかんなかったんだよ。そう、まあ、これわかんないよね、間違いないよね。うん、でも黙れって感じだよ。結構黙れってことね。私って本営なのとか言われた瞬間ってない。いや、わかる、わからない。いやだし、本営ダメってかね、一番だるいよね。あ、こっちからしたらマジうち本営とかだるいんだけどとかさ。いやいやいや、何お前と、本当にいた逆みたいな。大体そのやつが聞いてバイオハザードいたかもしれないから可愛いか、そのこと言えないから完全に完成しとるやん、ほんまに。それは偏見だよ。じゃあ、じゃあ次、得た日に。得た日に。いや、得た日にじゃない、現に、現に。じゃあ次、村人 A や。村人 A、まあまあ弱え。なめるな、口臭いから、早くしろ。一定のことです。早く、お庭外、お庭外、入ってきてないから。やかましいな。いくよ、せーの、はい、ドン。中出せるか出せないか。シンプルに死ね。シンプルに死ね。重要だよ、マジで。あ、でも、ある意味深いかもしんない、これ。これ深いよ。本営でも出しちゃダメだ。これ深いとこに出すから。これです。しっかり深いとこに出すから。じゃあ説明して。説明しますね。可能だったら、まあ、俺別に、妊娠しても責任取れると思う。あー、はい。だけど、なんていうかな、ハンマーかな。営業だそうです。営業だったら、絶対ね、責任は取れる。ちょっと悪いけど。なんか性犯罪者が任意の事情聴取受けてるみたいな。あ、時間がある。しっかりね、時間があるから。結構これ、あ、そうっすね、あ、そうっすね、こっちは20%だって、思わない。時間が、思わない、普通に。何やったっけ、何やったっけ、何やったっけ、これ、まあでも、ある意味これ深いわ。合ってましたよ。そう、まあ、確かに深い。掘り下げるな、掘り下げよう、掘り下げよう。でもね、やっぱね、ね、つけるのかつけないのかっていうのはあると思うんだけど、まあ、俺は結構ね。え、じゃあその抱いてる最中、あ、行くよ、お前本営だから中に出すよと言うの。あ、本営だから行くよ、あーとかね。いや、もう黙って出すよ、これ。あ、おいおいおい、ねえ、あ、あ、ごめん出ちゃったって言って、ごめん出ちゃったって言って水子8人ぐらいか、水子8人ぐらい。水子、あ、もうお花がね、今年翻訳なんで、僕。はい、じゃあ、お花に聞いてるかって話なんで、ほんで、はい、いただきました、代表。時間結構上がるで、これまた。いやいやいや、いや、掘り下げましょう。黙ったら、黙ったら全然落とすからね。じゃあ、じゃあ、代表、ひろくのお前のさ、真面目で、ほんまに行け。付き合ってるか付き合ってないか。あ、シンプルにね。あ、なるほどね。すごいシンプル。当たり前。一番わかりやすいよね。わかりやすい。あ、ある意味それが正論かもしれない。いや、正論やと思う。あ、正論。横にやつ草だな、今日はね。中に出すと語るみたいな。政務事情だろ、たぶん。うるせえ、マジ。おい。こうやろ。こうやろ、お前。作者の方それ、バルコールも知らずに。DV やね。確かに。だって中出し DV でしょ。クソじゃん。いや、うるせえよ。それは2回ぐらい前の放送で謝ってるから。あの時はえっちゃんすいませんでした。誰だよ。しっかり謝ってるから俺。時間余ったから。じゃあ次4問目いっちゃいます。あ、いいね。ちょっと俺のあれして。投げたら戻ってこない。じゃあ次行きますね。意味がわからん。どういうこと。せーの、ドン。アフター枕って何パーセントぐらいやってんの。これはパーセンテージ出しましょう。パーセンテージ、パーで出す。パーで、パーで、わかります、パーで。やっぱり正直にね、ゼロとか言ったら一番無理だと思う。あ、ゼロはやってないわ。ゼロはやばいっしょ。ゼロは童貞だよ、そのやつ。これ、じゃあガチでいこうか。ガチ。エングラフ、エングラフ。あの金曜日は結構調子いいのわ。こういうなんか木曜日はいつも調子悪い。これエングラフだよ。パーセンテージ、パーセンテージ、これ精度でやる、精度で。これ炎上するやつやわ。あ、いいえ、やっぱ正直ここよ、本当に。お前もやばいっすよ。それやばいっすよ。コトの人ってなんかね、枕、アクターさん枕してんでしょみたいな絶対思ってるから。女の子も、まあ、正直何パーセントぐらいやってるかと。あいつもこれ100、まあ、0でもいいですよ、本当にやってるやつは、まあ、そんなやつ信じられないけど。あれ、俺が素直になった方がいいよ、みんな。あれ、パーセンテージかけました。はい、だから精度だから精度ね。みんな数字書いてるから、数字書いてるから。いいで、行くわ。 OK、 行こうか。誰やねこれ。誰やねそれ。 OK か。せーの、ドン。50とめ、なかなかお前それ50。お前だけ、お前だけ0、100、さあ、待って、俺とランスター以外絶対好感度上げてるっしょ。絶対これパーセンテージかけ出してるじゃん。なんでお前と、お前でも誰だよ。お前だけ 50% か。50%ってホストの人間だから、僕正直答えますけど、やるときはやるし、やらないときはやらないと。正直教えなきゃいけないから。なるほど。まあ、調査 100%
パーセントやりちん。え、もう誰でもいいよ。言い訳立てて、はい、ランナー今日も言い訳立てて、はい、ランナー今日も言い訳立てて。いいよ、いいよ。僕は次、ちょっと、そっちから言い訳乗ってて、これ何聞こえた言ってんじゃない。あ、待って、待って、ちょっと、前だけもクソだし、ともえちゃうんで。いやいや、クソクソじゃなくて、次、言い訳乗ってて。ともえから意見聞いていこう、ともえから意見聞いていこう。50だから、いや、ある時もない時もあるよって簡単に言っただけです。100人中50人ご支援でさ、ね、あれ100人がアフターに行くとして50人はやるってこと。いやいや、それはゼロじゃないよって教えてくれ。ゼロじゃないよっていう。ゼロってうさんくさいから。うわー、すごい。いや、てめえらしてんだろうが、ほんとによしてんのでやろ、ほんとによお母さん抱いて新しいよ、踊ってほしい。そうだよ、お母さんよ、ほんとじゃないんだけど。新しいよ、踊ってほしい。待って、代表3ってないんだよ。3ってこれガチで100人来たら3人ぐらい割合に。マジか、これガチ。ちょっと、いや、これアフレットランさんネタだけどリアルっぽい。一番リアル、一番リアルで。ガチやる。ネタで答えちゃダメだろ。ガチでいかないと。確かに。ガチでガチガチやろ。こっちガチ。え、待って、ちょっと俺セチルさんすげえけど、ゼロって何？ゼロやね、俺。あの漫画の締め切りやるから。まあ、やりなさい。お前、北陽だったよ、北陽。そういう処刑内容って言うからね。漫画謝って、間違いない。世間の漫画がみんなそういう風に言うねんじゃん。うわー、ある意味、お客さんが NPO だったから。で、100は来なくていいや。おい、来て来て来て。どうしたの、クズ先輩ね、逆に。お前、出してる画面が光ってやめようってますよ。やめろ、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 本当に。100って、100って、はい。100って何なん。え、これはあれでしょ、みんなだってやるでしょ。 100? おう、100? 誰だって 100% は全員。え、でもあれでしょ、全員抱くけど女によってジャムラのレベル分けそう。こいつはマンボウでいいやと。ああ、こいつは、まあ、パシャだと。こいつは公園で、まあ、女のレベルによって。これはやっぱこいつは非常階段でいいやと。やっぱ非常、あのね、第6当番の屋上とかさ、はい、やばい、まあ、カラオケとかね、締めよう。あの、全然行こう、全然行こう、全然行こう。はい、次回は、3月13日、12か、3月12日、ホワイトデイまでイベントになってます。はい、で、ライトチェックは警察を見てください。あの、従業員の方から、ドレスコード、決まってますんで、ふんどしだよ、気合い入れて。前回使いましたね、あの、チョコレートフォンデュ、フォンデュの方の機械の方ね、まだ使って、最近ね、どんどんね、安い BB クリーム塗ってんな、本当に。うるせえ、テレビ越しから分かるなんて、ダイソーの感じで。次回はね、どんどんね、新人を出していきたいと思います。なのでね、次回もお楽しみください。出すの好きだもんな。はい、出すとこ出して、ダウワワニがあったら捜査 100% やりちまだまだまだね。50% 嘘だからね。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。